ート展示は枠なり前提スロー本番での進入の折り合い一つ大きな鍵となりますが、1号艇は早くもスタートライン方向へ先が向きました。2号艇4号艇は若干後方ですからダッシュに構えるのかといった作戦対行動になっています。第8レース予選特賞スタート1分前、まず1号艇地元東京馬場剛です。フライング1本持ち、朝ピットでスタート1本で頑張りますと伏見選手に言わされておりました。2コースは3号艇鹿島俊博になります。前半3レースは5コースから握ったんですが中を割れず6着に敗れています。そして3コースか5号艇の浦上拓也、オープニングカードは3コースからの仕掛け届かずの4着でした。スローの4コース6号艇地元東京2人目山本英史、前半は3コーストップスタートから打ちにいてまくったんですがまくりとされての2着となっています。本番5コース角になりました。2号艇の砂永智樹、2レースは1マーク絶好差し展開だったんですがへさき浮いてしまって結果3着。1番外4号艇加藤翔馬、昨日1レースの陰線取りこぼしたものの後半は2マーク好旋回で初日2着2着、今日はここ1回乗りとなります。インコース100あたりのお越しになっていきます。若干深め、その1番の馬場人気の中心相手探し闘争になっていました。1番3番5番6番ダッシュ2番4番です。スタートを切りました。そのよりコースタート2号艇の砂永、4号艇加藤、さあ砂永仕掛けていきます。砂永一気に内側絞り込んでいってまくり切ったか、さらに2段でいって4号艇の加藤翔馬になっています。5コース6コースダッシュに構えた2艇のワンツー体制、スタートは前提正常でした。2号艇砂永がトップ、続いて4号艇の加藤翔馬、3番手は6号艇の山本英史、後ろ1番3番5番が追走です。スタート正常から1周2マーク、2号艇の砂永から4号艇内を狙って加藤翔馬、差しを狙っていきましたがこの差しは入らず、そして3番手6号艇山本となっています。現在は偶数艇3艇上位形成で2番4番6番、その6号艇を追って1号艇馬場が4番手、あとは3号艇鹿島と5号艇浦上になっています。2周の1マーク、2号艇の砂永から4号艇の加藤、3番手6号艇の山本が旋回していきます。上位2番4番6番で2周のバック中間ポイントを通過していきます。そして4番手のところ1号艇3号艇競り合ってラスト5号艇の浦上です。2周の2マーク、トップ2号艇砂永智樹、続いて4号艇の加藤翔馬、3番手6号艇の山本英史です。上位2番4番6番、レースは最終周回へと入っていきます。玉川初登場で前2走5着3着だったんですが3走目これまた初勝利見えてまいりました砂永智樹。しかし猛追は4号艇加藤翔馬、ここも懸命に追っていくんですけれども若干この3周1マークで定間離れたでしょうか。3周バック上位2番4番6番、4番手以降は1号艇の馬場、3号艇の鹿島、ラスト5号艇の浦上になっています。ラストコーナー旋回体制です。5コース角を選んで大正解でした。2号艇砂永智樹豪快なまくりでした。玉川初勝利へ、4号艇加藤、そして6号艇山本と続いていきましてまもなくゴールを迎えます。先頭2番砂永降臨、4番加藤降臨、6番山本降臨、その後ろ1番3番ラスト5番の順で降臨。以上第8レース予選特賞でした。第8レースの払い戻し金額をお知らせいたします。2連単2番4番6670円、2連複2番4番2580円、3連単2番4番6番1万9040円、3連複2番4番6番2850円。以上でございました。